皆さんこんばんは。今週も始まりましたパチタン TV です。本日のメンバーはこちらの4人でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場で、はい、お願いします。満を持して新人のつもりでやってまいりました。僕らが2人揃ったということは、あれ始まっちゃうんですか。今日のゲームは何ですか。あ、コイン借りていいですか。あっ、3枚来た。3枚はこれ以上お金を使わないでという意思表示、強い気持ちが伝わるでしょ。並びもいやらしいですもん。いやもうね、ここはやっぱ捉えてほしいね。いつも逆なんですけどね。だから新鮮ですよ。左に弦がいるのは。左に弦がいるのは。安心するんですよね、やっぱり。なんかあるんですか今日、なんか手というか、その、なったらいいですか、なんかあるんですかの前にさ、はい、ちょっと鹿児島の人たち謝んなさいよ、あなた。鹿児島の、俺ですか。あ、ちょっと電車が来た。ちょっと待って。何も聞こえない。かっこいい電車だ。ほら怒ってますね。怒ってるよ。怒ってますわ。だいぶ怒ってる。知ってます？昨日僕同じ階だったんですよ、ホテル、はいはいはい、で7部屋ぐらい離れてるんですよ、うん、夜中急に歌い出しよかって7部屋ぐらい離れてる僕の部屋まで聞こえてきたんですよ。何やってんの。まあまあ壁の薄いホテルだったんですけど。ああ、そうでしたけど、あ、友坂理恵のエスカレーション、急に歌い出し、友坂理恵のエスカレーション歌ってました。最悪だな。よろしくお願いします。しかも鹿児島の人に謝れて、あそこ泊まってる人大体鹿児島の人じゃないと思うよ。鹿児島の人には迷惑かけてないでしょ。違うでしょ。大体あの地方から来てる人があそこに泊まるわけだから。お前も来てんじゃねえかよ、地方が。この野郎、すいませんすいません、怪我すんじゃねえよ。すいません、申し訳ないです。4番です。はい、お願いします。お、ドラクエだ。おはようございます。お願いします。パチスロ業界の優勝を決める対決が今始まります。ちょっとパチタン TV ではわりかしあのパチンコを打つ機会が多かったんですけど、今日は朝一はパチスロから行こうかなと思って。せいやです。横断所あった。あ、これゴスローじゃん。ゴスローじゃん。今ゴスローってことじゃでしょ。こっち2スローとゴスローですからね。こっちこっち、お金あんま使いたくないから。リセットされてますね。リセットされてますね。はい、じゃあモンキーからいきますわ。まあ ST が150回で400ちょいハマりを常連さんが取ってるってことは、背置き傾向が強い。常連さんの動きだけでそれがまあ素置きの可能性が高いと。パチンコの優待もラムクリアしないといったところが垣間見れましたんで、私大好きなですね、とあるマウスのインデックスです。太郎がちょっと空いてなかったんで、こちらの方確保してですね、優待に行かないようにバチコリとハザードリ入れて大連チャンをかましたいと思います。よろしくお願いします。2台あるんですよ。前日123と139なので天国と293の広角を見てダメだったらパチンコ行きます。はい、じゃあ私モンキーターン4から行ってみたいと思います。せっかく朝一から打てるってことなんで、まあ、朝得点になるところを攻めていこうと。でそれがなくなってしまったらまた何か考えましょう、状況に応じて。と負けしたやつの財布版にはなりたくない。お、いきなり強チェリー直撃しないかな。お、3つまで行ったよ。え、マジ？これどうなんの？ここまで行ったことないかもしれん。
これで勝って直撃とかあんのかな。ほら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 、どうなのこれ。勝負がけか、普通に勝負がけか。はあ、いきなりですわ。そもそもリセットで勝負がけのポイントがいっぱい溜まっててかもしれないですね。お、続いた。これはもうあれじゃない、決まりじゃない。いや、これ当たってないな。いや、わかんねえな、ここ次第だ。あ、当たった。めっちゃ簡単当たり、50ポイントですね。まあ、リセットされて天国に行ってたってことだね。黄色だ。あ、ということで一番下はないんだね。黄色なんで、まあ、トップルーキーの可能性大ですけど。お、ラックチャンス目。もう一回粘れ。ダメか。あー、熱い。さらにここでも引いてる。ボート。いけ、よし、いった。ちょっとこれは最高じゃないですか。今のボートももう1ゲーム遅く引きたかったな。よしよしよし。チャンス役、チャンス役来い。あー、すごいすごい遅い。あれ、残念。よし、出る。あれー、あ、さほどでしたね50かな、チャンス目で乗せた分と合わせて。マリモさん当たってます。マリモさん早い。マリモさんも当たってます。あー、しかも赤。ありがとうございます。当たってますか。マリモさんも当たって、当たって上乗せして、え、赤シナリオだよ。すいません、僕はあの朝一降格の境地で外しました、すいません。いや、別に決まったわけじゃない。マリモさんの財布なんで。天国だ。コーダも当たりました。心の中に求めとかないと。え、待って、リセットかも。天国だ。高田さんの財布もよろしいで。バランスエルスマンもリセットかかってるの。いただきます。こっからは、まあ、設定値でも 30% で天国なんで 30% 引き続けるお仕事。ここで ART AT レベルの下なんですけど、なかったですね。黄色、ポイントも溜まってないかな。笑うポイントっていうのを貯めていくんですけど、単発で終わった時の 50% で25ポイント、マックス100ポイントなので、25ポイント4回取れれば、もう上位 AR と出てくるので。単発でもありがたい。ここでレアヤッコを引いたら継続です。あ、また。で、設定下とかモード下出るんですけど、何もなく終了です。120枚。で、単発で終わったとき、ここのレバーオンでこの上のわらの字が光るんですけど、赤く光ったら 50% の25ポイント取ってるかもよみたいな。ここのレバーオンが何だったら一番大事。
あ、取ってますね。これでもう25ポイント貯まったんで、あと最低でも75ポイント。あー、ごめんなさい。天国じゃなかった。しっかりと319、100分の1ぐらいで引いていきたいなと、そんな気持ち で当たれば 100% ST 約 79% のループ率を誇るものに入りますのでね、まあ、安定感も高いかなと思うんで、とりあえず状況を確認しつつ打ち込んでいこうかなと思っております。おお、いや、まあ、そんなにすごいことじゃないんですけど、これは久々に V が揃うかも。やったー。でもこれ赤だったからな。これなんかあるよね、 V チェイン、 V チェイン、 V チェインないのか。え、パチタン TV めっちゃ勝てる。いやいやいや、まだ始まったばっかり。何何何、だってポジティブすぎ、こんな展開ないよ、モンキーターンで。いや、本当助かります、ありがとうございます。いやいやいや、何をおっしゃる。僕もマリモさんの財布ちゃんと決めつけて売ってます。どういう話ですわ。うわ、いきなり来た。おお、マジかよ、すごいな。ちょっと今日異常です。あ、しかもまたなんか引いてる。いけるぞ、ハタノ。なんだ。いけるぞ、ハタノ。来た。うわあ、またしかも。チェリー。すごいんだけどマジで。なんなのこの。塊、木の塊。結構引っ張るね。あ、でここで勝つのか。道具か、親父に勝てることなんかめったにないからな。嬉しい。また全速入った。2セット連続全速。わー、なんか引いた、なんか引いた。うー、気持ちいい。いや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 、テラは引けなかったけど、銃じゃねえだろこれ。あ、でも強チャン攻めだからか。もうずっと全速ですよ。いや、大したことなかった今回の全速は。こんな楽しいモンキーターは、あのエンターテイナーのマリモさんがこの展開で自分の財布を引き当ててるとは思えないんですよね。こんなわけないって、さあもう出ねえよこんな番組とかって言ってるエンディングが僕は目に浮かびます。一番負けてるやつなんでしょ。そう、なるほど。ノー ART とかで終わって、そうそうそう、マリモさん千枚浮きぐらい。で俺がそれ被るんだね。おまとこの収録でちょっと気まずくなるかもしれない。ほどほどにしとこう。いや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 、君がそれぐらいで気まずくなる男じゃないことは知ってますよ。僕は。なんでここまだいつまで出てるんだ。あ、ありそう。あ、来た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 。あ、でもそっか、シナリオ的にここで出てもおかしくないのか。究極 V モンキーですよ、究極 V モンキー。次セット今2セット目なんで、次が 80% 以上、多分シナリオ4か3なんで。これだね、ダービーキング。ここはいいとして、次でまた V 揃いか懲罰でストック取んないと厳しい。よし、はあ、なんとかしてくれ。
いやちょっとじゃあここなんとか逆転チャンスやと引いて、まあ普通にいったら負けるんだが、ここでチャンス役を、ここでチャンス役を勝負どころ、ああ惜しい、涙出ちゃった。ここで引けてれば美味しかったんだけど、ユーリカランプも消えました。黄色メダル、あ、ロゴが出ましたね。ロゴが出たんでやめます。モンキーの 25% を捨てるマリモさんだ、すげえ。俺はね、こんなロゴある台打つほどね、愚かじゃないよ。やばい、マリモさんが黒バラ軍団より黒バラ軍団してる、やばい。あー大丈夫そう。負けた男、あっチャンスパターンだ。はい、取りました。コナンポイント取ってる。ハマったゲーム数によってもポイント獲得できるんで当たりました。あ、黄色だ、レベル高いな。ごちそうさまです。あ、なんか怪しいな。トップできず66、頼むよ。25ポイント欲しい。 50% です。 50% よし、これで50ポイント以上ですね。途中で1回赤挟んでるからちょっとやめられないですね。これ2代目です。僕モンキーターンに関してはねガチなんですよ。品評会、あー当たった、金シャッター出た。もうやり放題だ今日は。絶好調、今日はモンキーターンだけ打ってればですよ。あだす、あだす、いやいやいや、なんていい日だろう。さあ当たります。今日はね、俺に乗ってれば間違いないね、これはね。99ゲームだよ。ちょっとね、強めの前兆だったのは分かってたんですけど、まさか金シャッターが出るから。あ、しかも導入が一番下じゃない、2番目だったから。あら、シリュウだ。いけいけいけ、頑張れ頑張れ。あー赤チャンス出た、赤ちゃん赤ちゃん。2周目これな、だからあと1ゲームはよかった。これ5周目でしょ。うわー、しくじった。あら、あ、熱い。591ゲームだもんね。あ、当たった当たった。あ、いや違う、ごめん、これ2周目、2周目だから1周目のやつの連続演出貼ってんだ。あ、でもチャンスアップいった。はい、トスン。あー、オッケー。594ゲーム、マリモさん投資 12本です。ちょっとここから本番ですけど、若干今ね引くタイミング悪いんでね、ちょっと一回トイレ行ってきます。でっかいの出てきました。マジかよ、でっかいの。あーいいな、でっかいのいいな。立ち持ってきたんだ。かも、まあ、あーまた出た。えちょっと今日良すぎ、どうしたすごすぎ。どうしました。すいません、うるさくて。来た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 、ほらプレミアム、これ外れたら新速だからね。
あ、え、マジっすか。プレミア出たんすか。いや、外れた方がいいっすね。外したいよな。それかまあダボっすよ、ダボ外したいよな。いくよ。揃わない、揃わない。え、何こんな音するんだ。揃わないのか、揃うのか。揃った、ダブル。王様の笑い声がする。いるぞ。いや、だってこれないっすよ。キングオブマリモや。なかなかないっすよ。すげえぞ。隣のお姉さんがすげえ褒めてくれるわ。今多分ナンパしたら成功するよこれ。おい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 。そこまで手を伸ばすか。貪欲に。行くよ。じゃあ僕行きますよ。ジェネラルバトル。70%。バイアンバイアン。せめてバイアン。あ、バイアンだ。あるあるある。さあ何パー？50。いやでもこれ見た目50なだけよ、きっともっとある。いや、バイアンならいけるって。あ、オッケーオッケー、俺のチャンスよ。1回戦はいった。さあ継続画面は、お、せいや青です。最終戦までこれはいったんじゃないでしょうか。さあ自分から話しかけろ。そう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 。自分から話しかけなさい。勝ちたいなら自分から話しかけなさい。ん？いや嘘やろ嘘やろ。自分から話しかけたくせに負けた。まあもう一回当てるまでマリモさん言っていいですか。だからなんでみんな俺に聞くの。皆さんが皆さんに聞きなさいよ。マリモさんの財布の可能性が高いから。まず僕から引くんですよね。そうです、そうです。いや、いや、大チャンスだな、これはこれで。いや、でも引く順番それでいいですか。なんか出玉順とかでも。ああ、なるほど。あれもありかも。あれもありかも。さすがパチタンプロ。ありがとうございます。いや、できればちょっとやめてほしいですけどね、それは。成績順がいいね。そうだよ、ね、成績順か。はい。おお、一回集まった方がいいですか。君が1番、高田さんが2番、僕が3番。おー、はい、だから僕が3を引かないと人のあれになっちゃうってことですね。いやー、ドキドキワクワク。じゃあ行きますよ。3番。次回のパチタウン TV、 マリモが引いたのは誰の財布なのか。あ、落ちちゃうぞ。ここまでおとなしかったリノも大当たりなるか。うおー、来た。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。